皆さんこんにちは。 JR 長谷高島屋8階新生児医療用品売り場の佐竹と申します。本日はこの暑くてジメジメとした季節に赤ちゃんに少しでも快適に過ごしていただけるようなこちらのジンベエを紹介させていただきます。それではジンベエの特徴を紹介させていただきます。ジンベエは袖口や裾回りが広く作られているためお着替えのしやすいお洋服となっております。また速乾性や通気性に優れているため基礎体温の高い赤ちゃんでも快適に過ごしていただけるアイテムとなっております。またこの季節特に夏祭りや花火大会などお外にお出かけで着ていただけるようなイメージの強いお洋服かと思いますが、実はこの快適さがゆえルームウェアやパジャマとしても万能に使っていただけるアイテムとなっております。ジンベエはサイズの展開に応じて主に形が2種類ございます。まず1点目はこちらのジンベエオールですが、形がつなぎの形となっておりますので寝た状態でお着替えをしていただく新生児の赤ちゃんからご利用いただけます。また素材が肌の弱い赤ちゃんから使っていただけるようなガーゼ生地やオーガニックコットンで作られたものが主流となっております。では続いて2点目のこちらのセパレートタイプのジンベエです。こちらはタッチができるようになってから着ていただけるような80センチのサイズから約小学校中学年の150センチのサイズまで幅広く展開がございます。また作りがゆったりとしているため動きの激しい元気なお子様にもより快適に過ごしていただけるようなアイテムとなっております。まずはじめにこちらはコムサフィエのジンベエになります。生地は綿 100% の天竺素材を使用していて、チクチクしない優しい着心地で手触りもとっても柔らかくなっております。また生地にはオリジナルの麻の葉がプリントされています。麻は丈夫に育つことから日本では子どもの健やかな成長を願う柄として昔から親しまれているので、ご自身のお子様にはもちろんプレゼントとして贈られてもとても喜びいただけると思います。次は赤ちゃんの白のジンベエになります。ジンベエの種類によって生地の織り方や加工方法が異なりますが、どれも夏を快適に過ごしていただけるような工夫を施した生地となっております。柄も赤ちゃんらしい可愛いデザインのものから背中に祭りの一文字がプリントされた夏らしいデザインまで店頭にてたくさん取り揃えておりますので、楽しくお選びいただけます。次はファミリアのジンベエになります。男女それぞれ店頭では2種類ずつの柄の展開がございます。こちらに紹介させていただいているのは毎年定番のファミリアオリジナルの生地のジンベエになっております。女の子のジンベエには小さなフリルが入っていて、パンツの仕上がりにも工夫が施してあります。男の子と女の子の兄弟で着ていただくとお揃い感が出てとっても可愛らしくなりますよね。次はミキハウスのジンベエになります。生地はより汗の吸水性が高い上質なコットンを 100% 使用しており、ジンベエの種類によってガーゼ生地やリップル素材に仕上げています。サイズも10センチ刻みでウェアと同様の展開になるため、そのシーズンのお子様に合ったサイズ感でお選びいただくことが可能です。デザインによって異なりますが、サイズ展開が幅広いためちょっと離れた兄弟ともお揃いが楽しめます。次はクレードスコープのジンベエになります。こちらのジンベエは接触冷感素材となっており、暑い夏とっても着心地のいい一枚となっております。また乗り物の総柄となっているので、お子様とトラベル気分を味わえますね。2枚目のこちらはあのジョーズがプリントされたジンベエになります。ジョーズのインパクトがダイレクトに伝わってくるルックスで、お子様受けもバッチリですね。お色展開はネイビーと白のご用意になります。最後はハッカキッズのジンベエになります。左の女の子用のジンベエはハッカキッズらしい大きめの花をモチーフにしたデザインで、色合いがとっても優しく可愛らしさの中に上品さを加えた仕上がりで、さらっとした綿 100% のガーゼ生地なので敏感肌の赤ちゃんにも安心して使っていただけます。
右の男の子用のジンベエは手ぬぐいで有名な浜文様とのコラボ商品になります。浜文様とは横浜から新たな輪を発信するテキサスブランドで、オリジナリティと遊び心があふれるデザインを作っています。他にはない雰囲気の一枚でおしゃれまで楽しんでいただけます。なお今回紹介させていただいたお洋服は8階ベビー子供服フロアにてお取り扱いがございますので、詳細は各ショップとこちらのお電話番号まで皆様からのご連絡お待ちしております。